つる。どうしたの？石膏部隊の決死の報告のおかげでついにクイーンの居場所が特定できたって。夜叉の率いる部隊か。さすがだな。俺たちの部隊にも出撃命令が出てる。総力戦だ。気を引き締めていくぞ。ちょっとデイビス、聞いてるの？ん？ああ、すまない。すぐに準備をしよう。何やってんだデイビス。敵陣のど真ん中で一人でほっつき歩くバカがいるか。すまない、助かった。暴走の兆候が出てる。急いで治療に戻らないと。まったく、どうしたんだデイビス。ここのところずっと上の空じゃないか。悩み事があるなら相談してよ。仲間でしょ。ああ、そうだ。ある人を探しているんだ。レブナントとして蘇った時からずっと。名前はジェシカ。まだ人間だった時の俺の婚約者だ。この記憶は、まさか俺の。お前、どこでこれを。真相、やはりそうだったのか。道理で、どこを探しても見つからないわけだ。俺は記憶の欠損が激しくてな。人間だった頃の記憶は、ほとんど残ってないんだ。デイビスというこの名前も、レブナントとして蘇った時に適当につけられた名前でな。たった一枚、手元に残っていた写真に写る一人の女性。この女性が誰なのか、今までずっと思い出すことができなかったか。こちらの都合で申し訳ないが、よろしく頼む。この頃はまだ名前を覚えていたんだな。度重なる戦いの中で、いつの間にか名前さえ忘れてしまったのか。どうせ死ぬことはないと、死に戻りを繰り返しているうちに大切なものを失っていたんだな。俺は